하도록 나비시 기생산래주대 산책로 젠기스 산랜타오 아테타이 네랄만 쉐켐 아이 뜨나오게데 고쿠라 케이링은 이래스 윤래스 나나레스데 쇼비오 카이미와 코츠라 산랜타 호메션데 산나나 카노 익산 거나나 소스데 젠 직교와 자조가시로도 코멘토에 リクエストがあったので やってみたいと思います てなわけで実況は私座長でございます そしてもうあと残り2周でございます 5番さんと3番さんが上がってまいりましたけども 3番さんは私のフォーメーションに入っているので 大歓迎でございますけれども 5番さんはぜひ2番手にお下がりください 5番さんは伊藤さん 伊藤さんっていう名前がなんか どっかの競馬のYouTubeのサイヤーローっぽいので 名前を変えたらどうかしら そんなことはまずできませんけれども 1番さんが先頭に踊り目出ましたね でも1番さんもあなたは私のフォーメーションでは2番手なので ぜひお下がりください 右見て左見てあなたは一体どこを見てる また右見てるあ、右の7番さんを見てたんですね 7番さんは私のフォーメーションの1番手でございます ぜひそのまま行ってください 1番さんはそのままでお願いいたします その後ろはもう何でも言うでございます 残り半周といったところで この車間距離は絶対もう7番さんは来るんではないでしょうか そのまま1番さんもお願いいたします 3連単をぜひとも当てたいので もうこのままそのままもうゴールではよろしいのではないでしょうか ございましょうか 何を言ってるんだか全然わかりませんけれども 受け足出しそうなんで 早くゴールにしてください 712番が来ました 3番さんが来てくださったら結構高配当だったんですけれども おい5番今更どこから来た ですが3連単取らせていただきました i1150円 メゲヘンよ ってわけでも 4レース3連単で 17からの1347層 そして全 実況もめげずに私座長が引き続きやらせていただきたいと思っております そしてスタートしました 3連単フォーメーションで 17からの1347からの そして全ということで 音楽がないと寂しいかなと思って こんな曲をつけてみましたけれど どうでしょうか 絶対合ってないと思うけどね そんなわけでレースはあと2周となりました 今3番さんが先頭でございます 3番さんは2着でお願いいたします 続くは5番さんですか 5番さんは3着目ぐらいでお願いいたします 続きまして6番さんがいますね で1番さんではございません 2番さんでございます その後ろに7番さん 1番さん 4番さん 鐘は鳴っておりますけど なんだかとってもスローペースに見えてしまうのは私だけでしょうか と思ったら急にスピードが上がり始めました 7番さんが行きます 2番さんも行きます 3番さんが一生懸命頑張っております 173たちが先頭に行ってくれないと私は困ってしまうので お願いいたします 7番さんが行きましたよ 5番さん邪魔しないでください 邪魔、この野郎やめろ やめなさい 7番でも行きました 7番さんが先頭に踊り出そうとしておりますが 3番さんが粘っております 3番さん粘らないでください 3番さんそのままブレーキかけてブレーキなんてないんですよ 競輪には あーこれはもう3番さんが行きそうです 5番さん 351 で全く絡みもしてない とにかくとりあえず夢を壊してくれた 3番さん あなたの名前は一ノ瀬さんね 絶対私はあなたの名前を忘れない てなわけで配当金はこちら めげへんぞもう私の動画は大体めげへんっていう時はもうめげるよ本当はめげるよ というわけで7レース3連単でフォーメーション 16からの1267 あ、もう疲れたんで実況はしませんやはり実況はプロの方に任せましょうプロが一番周回に入りました集団から前段へと上がっていく1番の笠松6番の蓮井が続いていって引いて東屋の位置は3番手松尾がマーク、レスキュー州の2人そして引いている5番の伊藤が現在5番手で体型縦1列前は笠松逃げ体勢に入りますか後ろから5番の伊藤が前を叩きに上がっていく それを見て1番の笠松もペースを上げていって主導権争いになりますが笠松が先手譲らずに2番の東屋は現在笠松ラインの後ろそして3番手アウトコースから前へ踏み込んでいく5番の伊藤伊藤と笠松の完全に力勝負になりました伊藤はなかなか前へ叩きません伊藤は叩けずに現在3番手のアウト、そして山口が自力にチェンジ山口がまくり上げて現在は2番手のアウトコース1番の笠松が踏ん張っている最後の4コーナー回ります先頭は笠松が粘る 笠松が粘って振り切りましたが決まった決まった6番さんが2着だったらこれ後輩カズか冠開地7それでもでも3連単取ったー気になる配当金は気になる5番さん、どうした気になる配当金はまた出ちゃうご指名ありがとうございますが出てきちゃうかもしれないはーいありがとうございました こいつアホだなとか思ったらね、この動画を共有とかしてくれて、宣伝とかしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。じゃん!